のぶしチャンネル。すごい選手はいた？将来これ大リーグ行くだろうなっていう可能性がある、ポテンシャルがあるような選手っているの？ドジャースで昨日対戦したんですけど、去年のドジャースのドラフトで、うん、一番最初にドジャースが指名した選手、まあ一巡目っていうか、そのメジャーリーグだとまあ30チームあって、はいはいはい。で、ドジャースは多分件を多分他にトレードとかしたりしてるんで、多分全体で40番目なんですけど、あ、はいはい、一番最初に指名した選手が、うんうん、昨日いまして、うんうんうん、で、その選手と対戦できました。それはバッター？バッターですね。どんな感じだったの？それは。キャッチャーね。僕が投げる前のピッチャーがホームランされてて、左で、まあ、パワーがものすごいあって、うん、甘い球入ったらもう行かれるみたいな感じでした。大谷君だ、まさに大谷君よ。この間も WBC の予選で2本ホームラン打ったよ。ああ、見ました、見ました。あ、見た。そうか。じゃあ、それは抑えれた？そうですね、ファーストライナーで、まあ、ちょっといい当たりだったんですけど。本当、はい。日本から行った選手の中で、おうっていうやつもいる？そうですね、ピッチャーは結構、いい選手が多いと思います。はい。ピッチャーで何人いるっすかっけ？ 10 何人？ 12 人ですね。おお。スピード、まあ、あなたは特殊ボールを持ってるからだけど、そうどう一般的にはどのくらいのスピードがある子が、そういう、アジアブリッジ。マックス153キロが、3人いますね。おお。あとは、まあ、結構変速のピッチャーが多くて、うんうんうん、アンダースローとか、サイドスローで、うん、まあ、145ぐらい出すみたいな、そういうピッチャーも結構、まあ、2、3人いて、結構レベル高いですね。それは面白いね。じゃあ、もうストレートで言ったら一番遅いぐらいだ。あ、ストレート、最初に登録のメンバーがこう、何ですかね、まとめられてたんですけど、表に。そこに球速、マックスの球速が出てて、その球速順に並べられてて、僕が一番下でした。まあ、そこで勝負するわけじゃないとは言えな。でもまあ。あ、そうです、はい、なるほど。ナックルに対する評価っていうか、おっていうのはあるの？多少はない？あんまり。まあ、やっぱりナックルボーラーっていうとすごい興味持たれますね。ああ、そうか。やっぱり、希少性はやっぱり海外行ってもそれはそれでもちろん。はい。じゃあ、アピールは、まあそこだな。球速ではなくもちろん。うん。そうか、そうか。まあ、ピッチャーがどこも欲しいから、まあ、この間も出かける前に言ってたけど、3、4人は向こうでって言ったけど、なんとか入りたいもんだね。どう？そうですね、はい。まだ、その、引きがあって、もう抜かれてった選手ってのはさすがにまだいない。まだいないんですけど、もう、結構、その、なんていうんですかね、誘われるような感じっていうか、興味持たれてる人は結構いますね。おお、そう。へえ。じゃあ、何、決まってったらもう抜けていくの、その人。一応最後まで参加する、その方も。それは、まあ、契約するチームによりますね。多分、そのマイナーのと契約になったら、そのビザを取らないといけないので、多分すぐ帰国しないといけないと思います。ただ、独立リーグとかだったら、まあ、多分開幕までに時間があるので、多分最後までやるんじゃないかなと思います。独立リーグの開幕は何月だっけよ？ 5 月とか？まあ、リーグによって違うんですけど、まあ、4月終わり頃から5月とか、まあ、一番遅かったら6月とかですね。ああ、そうか。なんか、個人的になんか喋りたいこととか、今後の抱負でも何でも最後まとめてちょっとじゃあ話してよ。そうですね、まあ、抱負はやっぱり、向こう、こっちで契約を取ることなんで、うんうん、やっぱり、試合で、ただ0点に抑えるっていうだけじゃなくて、やっぱり高いパフォーマンスというか、うん、見てる人にすごい印象を残さないと、契約っていう話にはなかなかつながっていかないと思うので、うんうんうん、そこを求めてやっていきたいと思います。じゃあ、あと、2週間ぐらい。試合にすると、はい、10試合ぐらい試合にすると、まあ、10試合ないぐらいですね、多分。ないぐらいか。じゃあ、投げて、どうなの ?3 回とか4回あと、
登板するの。まあ、4、5回だと思5い回まある？す。一番最初の練習試合で2イニング投げたので、まあ、先発の可能性も多分あるかな、と先発いうでも日感じ。本みたいに5イニング放ったりはしないんだろ？そういうとこは。あ、そうですね。先発でも2イニングか3イニングですね。で、まあ、途中で投げたら1イニングと、そういう感じで、4、5はい。回の中でじゃあアピールしなきゃいかんわけだ。そうですね。もう少ないチャンスなので、OK。そこでしっかり結果を出せるようにはい頑張りまはい。す。じゃあまた大きなことあったら連絡ください。はい、わかりました。まあ心配はしてるし、元気かなと思って1週間待ってたけど、連絡があってよかったです。じゃあまだ、まだ合格はもちろん合格ではないけど、ダメっていう感じじゃなくて、まだ頑張ってやれるぞっていう状態ね。1週間行ってみて。そうですね。OK。じゃあ楽しみ。ありがとね。今日はわざわざ忙しいとこ。ありがとうございました。はい。また連絡してください。はい、また連絡します。ありがとうございまはしい。た。じゃあね、契約貸し取ってください。お疲れ様はい、失礼します。です。